伊勢大輔は、平安時代中期の日本の女流歌人。大中富多助親の娘。高品清順に化し、安助王母、筑前は源兼年母など優れた歌人を生んだ。中古三十六河川、女房三十六河川の一人。伊勢大輔観光五年頃に一条天皇の中宮の上等門院、藤原明子に仕え、泉式部、紫式部などと、 信仰し、晩年には、白川天皇の不育の任に当たった。公平三年までの生存が確認されている。百人一首にも取られて、有名な、いにしえのの歌は、奈良から献上された八重桜を受け取る役目を、紫式部が務める予定のところ、新山女房の伊勢大輔に譲ったことが、きっかけとなり、さらに藤原の道長の勧めで即座に読んだ和歌が、 上等門院をはじめとする、人々の賞賛を受けたものである。一条院五時奈良の八重桜を人の盾祭りけるを、その折御前に貸し付ければその花を体にて、歌嫁と仰せこと歩ければ、伊勢大輔西江の奈良の都の八重桜郷九十二、二をひぬるかな、鹿若衆巻、第一春奈良の八重桜をうちに持て参りたるを、うへご覧して、歌と仰せこと歩ければ、 伊勢大輔いにしえのならの都のやい桜今日ここのへに、にをひぬるかな、金曜は歌集、別館三層本にありて手本に泣き歌。ありがとうございます。